京都競馬場第11競走です今日のメインレース11レースは第105回農林水産省商店京都記念 G2 芝コース 2200m9 頭で争われます係員が離れましたスタートしましたまずトレイルブレイザーリッツイースターそして外からスイートマトルーフ出かがいますさあ押していくのはスイートマトルーフ花を奪いました スイートマトマルフ先頭2番手3番トレイルブレイザー3番手2番リッツイースターが続いていってダークシャドウ4番手ゲシュタルトその後は4頭広がりますうちロード・オブ・ザ・リングトーセンラー外ヒルノダムールそして最後方が7番ウィン・バリアシオン1コーナーをカーブしていきますさあ先手を取った8番のスイートマトルーフリードは1馬身です追いかける2番リッツイースター2頭が飛ばしていきまして さあ3番手との差を4馬身5馬身と開きにかかります単独3番手3番トレイルブレイザーその後は3馬身ほど空きまして1番ダークシャドウが4番手向正面に入ってその後は集団となりましたロード・オブ・ザ・リングさがなくゲシュタルとトト選センラー並んでヒルノダムール後方2投目4馬身ほど空きました7番のウィン・バリアシオンが最後方ですさあ外回り3コーナーカーブに向かって坂を駆け上がっていきます 8番スイートマトルーフリードは首ぐらいと縮まって2番手、リッツイスター2頭が並んでいます34馬身空きまして内を空けまして3番のトレイルブレイザー3番手の追走あとはラチにつけました5番のロード・オブ・ザ・リングが4番手さあ3コーナーカーブ残り 800m ーー坂を下っていきますあとは4馬身ほど空きまして後方集団 後方集団の追走ダークシャドウそしてトーセンラーゲシュタルとやや交代加減かヒルノダムールとウィンバリアションが徐々に押し上げていきましたさあ今度は外からトレイルブレイザーハナを奪います さあ先頭に立ちますトレイルブレイザー先頭に立って直線コースに入りました2番手スイートマトルフ追ってくるのはダークシャドウ間からロード・オブ・ザ・リングヒルノ・ダムールも勢いよく追い込んできましたさあ先頭トレイルブレイザーだトレイルブレイザーヒルノ・ダムールダークシャドウ2頭が並んで追い込んでくる残り 200m でトレイルブレイザートレイルブレイザー先頭リードは4馬身ダークシャドウ2番手3番手ヒルノ・ダムールか3番トレイルブレイザーダークシャドウ差を詰めるがトレイルブレイザーだゴリ 早め先頭トレイルブレイザー武豊。